皆さん、こんにちは。ドラゴンキッドです。前回から始めました、ペナントの、監督モードでの、日本一への、日本一への挑戦ということで、前回から行っていますが、前回はですね、今現在1位の広島と2位のジャイアンツとの、6連戦、上位対決だったんで、苦しかったんですよね。で、放送したやつも含めて、広島には3連敗しちゃいました。しかし、その後、ジャイアンツには2勝1敗と勝ち越しまして、一応先週分の、5月上旬の分では、一応2勝4敗、負け越しちゃったんですが、また次のこの5月9日の、頭に来たというところですね。で、現在、首位と6.5ゲーム差になっています。で、一応今回のこれの動画なんか、前回からもそうなんですけど、この週頭にの試合だけ、動画で、解説をして、適宜1週間の成績を振り返るといった、方式にやって今後もやっていきたいと思います。で、先週ちょっと大きな出来事といたしましては、大島君がですね、大島選手が、なんだ、不調というか、スランプモードですね、スランプ状態から、回復しました。しかし、その代わりに荒木選手がスランプ状態になりまして、現在ちょっと2軍に、ちょっと調整中と言って、セカンドがちょっと今、日替わりっていう状態になったんですね。で、そして今日この試合は、横浜ビターズと、やります。横浜とは4位なんですけど、横浜とはもう5ゲーム差開いてるんで、大した相手ではないとは思います。で、ちょっとまず今日の先発ピッチャーなんですが、今のところロッテは一応5人で、5人か、5人で、一応、千中で1人入れてるという状況で6人っていうところなんですが、なるほど。今日は本当に冗談なんですけど、今、バルデスを酷使状態で使っている状態で、調子がいいので、今日どうだろうな。冗談も悪くはないんですよ。ジョーダンも悪くないんで、ちょっと今日調子が下がる前に、ジョーダンはどう投げさせますか。ジョーダンはもともと中継ぎ要員だったんですが、大野が2軍に落ちてから先発になってます。よし、じゃそれでは、試合の方始めます。で、今日はウィーランドですね。ただ、ウィーランドはそんな調子良くなさそうですね。で、相変わらず打線がですね、めっぽう打たないと。とうとうゲレードも2割5分4厘となっちゃったんで、ホームランは多いんですがね、ちょっと厳しい状態ですね。そして今日はビシエドと平田が不調か。まずちょっとキャッチャー、ちょっと松井とか調子悪いんで、ちょっと今日は木下君いますか、たぶん久々に。いいでしょう。たまには来ましたけど。ジョーダンが調子普通だからどうしようかな。あんまりスタミナ、あれ、スタミナ B か。やっぱりキャッチャー安定の方がいいんで、やっぱ。桂でもいい。あ、いや。桂でもいいけど。ちょっと今日は木下くんに行きましょう。木下くん。で、それから、セカンドもちょっと今、荒木がいないんで、ちょっと亀沢、ただちょっと今、谷もそんなよくはないのか。谷にしましょう。谷をセカンドにしましょう。それからね、ちょっと平田とか、この辺がちょっと調子悪いんで、ちょっと周平、ちょっと平田は今日落としましょうか。平田を落として周平をちょっとサイドにしましょう。で、松井6番にしましょうね。ちょっとこの辺、代打陣もね、やはり打ってないですよね。いや、バッター打ってんのはもう、ゲレーロだけですよね。で、ゲレーロすらそんな普通っていうね、2割5分4厘。かなり厳しい状況です。一方、横浜ですが、安泰って感じですね。ただちょっと梶谷がスタメンじゃないってちょっと気になりますけど。じゃあ、これで試合始めます。今日は外人対決です。ジョーダン VS、ウィーランドという。
あとこれね、テレビが綺麗すぎるか分かんないけど、これ、ね、前回もそうなんです。これね、暗くなった時って、なんか反射してね、自分映っちゃうんですよね。ちょっとこれが一番気になる。まあ、壁が後ろ白だからっていうのもあるんですけど、完全に今カメラ撮ってる状況が映っちゃってと。こうやって映った時にですよね。真っ暗な時にこう、見えなくなって、ね、映っちゃうというね。ちょっとお恥ずかしい状態です。さあ、ジョーダンはね、いいですかね、今のところ。防御、まあ、まだ勝数は1回も勝ってないですけど、防御率2って言っちゃうと安定感抜群ですね。あ、ただ今日は雨ですね。なんか荒れそうな試合になりそうです。さあ、まずは1番、七波を。おっと、うわーっと、これは相性良かったが、いや、しぶといですね、七波。いや、こうのやらないもん、これはやっぱバントでしょう。田中は、これですでしょうね。はい、OK。これはまずバント。で、ここでね、たぶんロペスなんで、走ってこないと思うんですよね。はい、いいですね。OK。さあ、で、問題の都合。いや、やっぱ、打ってるよね、3割バッターですよ。よし、OK、大丈夫。よっしゃ、周平。よし、やっと。まあ、いいんじゃないですか。まあ、中日はね、なぜこんだけ打率低いのに勝ってるかって、やっぱピッチャーのおかげなんですよね。もうほんと、東照国って感じですよ。さあ、問題の、強打ですね、まずは。まず強打が出て。よー、強打だ。よしよしよし。さあ、まず強打だ。この形ですね。まずはこの形。さあ、で、今日2番に抜擢です。谷。おっと、何やってる？見逃してどうする？そう、あ、いいじゃないですか。おー、絶妙なバント。絶妙なバント。いいね。谷、いいよ。さあ、そして大島です。お、いいんじゃない？大島、いったー！レッド戦。まあ、ヒットだが、強打だと持てれない。いい、幸先。素晴らしい。素晴らしいね。さあ、そして4番のゲレーロ。4番のゲレーロ。ゲルチョ。あ、パスボールか？パスボール。よしよしよし。オッケー。よし。めっちゃ。いけ！よし！できた！よし！抜けた！よし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 。よし、1、3塁。チャンスよ。チャンスよ。さあ、ビシエドだ。たまに男になれ。ビシエド、どうだ？これは浅いか。浅いか。大島どうだ？走るか？走った！走った！落ちました！俊足の足！おー、しまーす！ヘッドスイング！いやー、大島いったね。これ結構浅いんですよ、これ。この浅いフライ。ああ、そしてこのバックホームで、この滑り込みですよ。このヘッドスイング、こら。もう今2軍に行っちゃった、この荒木並みの、2軍に行っちゃったけど、この荒木並みのスライディング見せました。さあ、そして最近売り出し中の松井裕介。おお、春。まあ、今日は平田君が出てないんで、こう、平田を脅かす存在になってほしいですね。さあ、現在貯金4ですね、中日はね。貯金4の6.5ゲーム差の3位と。まあ、ちょっともうちょっと貯金増やしたいよね。さあ。いや、いいね、冗談。このまま順調にいけば、今日で頑張れば2点台切るんじゃないかな？素晴らしい。宮崎もアウト。いや、いい！素晴らしい！冗談いい！いや、これ、今日は冗談でよかったな。いいね。やっぱこう1点差、2点差になっとくのがでかいね。さあ、周平ですね。周平頑張れ。いった！よーし！いいぞ！周平が打ってきたぞ！最近になって打ち始めた。いいね。さあ、そして今日スタメンマスク。木下。うわ、やべえ。これダメだ。ゲッツーだ、これ。頑張れよ。さあ、で、ジョーダン。意外と打率高い357ゴリ。ああ、無理か。まあ、これね、これまあね、きっちり9まで折ると。いう感じ、いいんじゃないですか。さあ、そして、まあ、飛ばしは三振。いいラウンドも問題なしと。あ、嘘！
え、消えて消えて、あっぶねえわ、あれ、あぶねえ。おいおい、マジかよ。お、嘘でしょ？うわ、ヒットか、これ。あー、ヒットだ、ヒット。いやー、まさかのピッチャーにヒット。こういう時、やばいよ。こういう時は。ここで切ろう。そう。よし。まあ、1打制だからな。あー、しゃあやから。よしよしよし。で、多分ここで走ってくると。ほら。OK！ いやー、さすがに読み通り。よっしゃい！素晴らしい。いいよ。あ、落ち着いてますね。あ、ちなみに今のこれ投手成績なんですが、柳奪三振、小笠原が未だに出てないという。小笠原、この前もね、いいピッチングしたんですよね、実は。小笠原が投げてるときに、これ流したいんですけどね。なかなか今、ローテがローテなんで、なかなか流せないですかね。さあ、まず強打アウト。タニーも三振ですね。ちょっと厳しいか。まあ、ここはいいんじゃないですかね。ああ、それって打線すごいですね、これ。坂本が三冠王でしょ。いやー、やっぱ巨人といえば広島のバッティングがやっぱ半端ないね。さあ、そして4回いきましょう。まず田中広康は勝負のところ。いいですよ。さあ、で、ロペス。あ、いいね。ツーアウトですね。さあ、そして次は。あ、いいね。お、これなかなかテンポの速いピッチング。いいよ、これ。まだ未だに2安打ピッチング。いいですね。まあ、ちょっと中押し点が欲しいところですね、あとは。さあ、まずはゲレーロ。お、これは、惜しい。レッドフライですね。さあ、で、ビシエドがね、ちょっと元気ないんですよ。まあ、ただ、ファーストの替えがいないからしょうがないんですけどね。平田みたいに替えがいるわけじゃないですから。ちょっと、頑張ってもらわないと、1年で解雇っていう可能性もなくないですからね。松井も頑張ってほしいな。ちょっとこうやって停滞してきたね。序盤の勢いはどこに行ったの？さあ、あとはピッチャー陣頑張るしかないですかね。あ、まずいぞ、これ。これはちょっとこう、打っと弾丸ライナーか。あ、入っちゃったー！まさかの弾丸ライナー！いやー、これは地方球場の怖さですよ。地方球場のこの短い、このね、100メートルも入っちゃうっていうね。いやー、これやっちゃいました。これやっちゃいましたね。さあ、はい。突き直していきましょう。よし。OK。いいね。よーし。いいよ。さあ、で、クラブと。ああ、違う、取って。ああ、谷ちゃん無理か。ライト前。ちょっとピリッとしないね。さあ、まずいぞ。よし、OK。ここが次ピッチャーだから大丈夫でしょう。って言ってを油断してるといいランド打ってるからね、さっき。大丈夫か。よし、OK。周平、よし。守備はまあまあいい、周平。よし。さあ、ここで1点取られましたが、まあ多分ジョーダンまだいけるでしょう。スタミナはあると思います。お、周平がとうとう286になった。あ、ただ向こう一発勝負使ってきた。なんだよ。あー、周平、惜しい。さあ、できました。お、これはどうだ。あー、ダメか、ショートか、ショートゴロ。さあ、問題はどうだ。ジョーダンのスタミナはいけるね。まだいきましょう。ジョーダン続投です。いきましょう。まあちょっと1点差なんでちょっと怖い、一発があるんでちょっと怖いですけどね。まだまだ冗談いきましょう。ちょっと今回も当選ですね。さあ、そして6回。ここ先頭は、よし、先頭はどうにかせた。よし、このね、俊足荒波を出さないことがまず絶対条件だからね。おっと、代打か？ああ、もう超えるか。田中に変えて、ああ、奥坂ですね。
いやいや、ちょっとこれは意外でした。あー、ただジョーダンには関係ない。よっしゃ。よし、ロペス。あ、やばい。あー、ロペス、今日だ。よし、オッケー、ナイス、今日だ。よし、いいよ。いや、ジョーダン全然余裕だな。あ、そしてピッチャー変わりました。田中健次郎ですね。13試合で 2.57 という。あ、なかなか割と強いピッチャーみたいなさ。あ、ただこれ歩いたぞ。これまた強打が歩いた。よし。さあ、これはまたノーアウトのランナーなので、これはもう確実にまた谷が。あ、またなんでこういう見逃すよね、谷が。まあ、って言ってさっきセーフティー気味のバント決まったんですが。あ、やべ、これはダメだ。いやー、谷そうしないとスタメン取れませんよ、谷。よし。じゃあ、なら、走らせる。ヘッドラン。あ、やばい。三振した。うわー、三振ゲッツ。うわ、大島がなー。一応スランプから脱出したんですが、なかなか乗れないですね、大島は。冗談。ちょっとせめてこの回までは、最低抑えたいね。うん。いいよ。オッケーオッケー。まだまだ大丈夫。まだ元気。よし、大丈夫だ、センターだ。よし、ちょ、地方球場だからちょっとこういうの怖いからね、外野のあたりは。よし、さあ、宮崎。よーし、オッケー。いやー、素晴らしいね、冗談、今日は。まだ4安打で抑えます。まあ、うちもまだ4安打なんですけど。さあ、そして、ゲレロ。いやー、ゲレロ。さあ、そして、ビッシー。あー、ビッシーとか。もうちょっと、いやー、ちょっと厳しいね。さあ、でも次は、ダメか。あー。まあ、ビシエドもね、福田が今、不調で、ね、確か2軍落としたんで、福田がいないから、まだいるもんだけど、ほんと、ファーストが今いないんですよね、守れる人が、ほんとに。さあ、ジョーダンどうしよう。まだ行きますか。帰らせるんだし。まだ行きますよね。よし。これは今日はピッチャージョーダンのおかげで勝てるっていう感じの展開ですね、これ。あ、そして戸柱変えましたね、キャッチャー。石川です、代打。まあ、ただ1割5分なんで大丈夫だと思います。うん、詰まったんですね、これ。大丈夫ですね、センター。押しますね。よし。さあ、そしてここも代打ですね、ピッチャー。田中に変えた。あーと、シリアコ出ました。3割3分3厘、ホームラン1本出すね。ここだね。ここだけでもう締めよう。もうこれは、ジョーダンは、お役ごめんと。あ、とうとう防御率も2点切ったね。1.99 だと。これでさらに上がる。いや、素晴らしい、ジョーダン。今日は8回1点。あー、素晴らしい。いや、これもう8回4アンダーピッチング、もう上出来でしょ。いや、ジョーダンいいね。まあ、ちなみに中日ドラゴンズはね、あの、2017年、ジョーダンだけ多分、ピッチャー陣は残る予定なんですけどね。あの、現実の方はね。さあ、そして、周平か。さあ。いや、なんで周平対してまた一発勝負使ってくるの、うわぁ。周平いじめじゃん、完全に。周平をいじめんな。いやぁ、つって、来ました、負けなく。さあ、冗談お疲れ様ということで、ライブ出します。まあ、みんな不調か。まあけど、まあ、ここはどうしましょうね。うん。まあ、そのままキャッチャー変えますか。キャッチャー変えて、ちょっと、勝つは出しますか、代打で。大した代打がいないんで、中日は。さあ、勝つでいきましょう。あっと、デッドボール。うん、デッドボール勝った。さあ、そして、ここで、強打です。あー、見逃し三振。いや、ただ、もう、あとは、勝ちパターンでいきますか。さあ、抑えの田島登場です。前回負けたんでね、田島出せなかったんですけど。で、木下は変えて、まあ、ちょっと何があったあるかわかんない。ちょっと守備固めはしません。ちょっとキャッチャーのその勝田だけそのまま言うと。さあ、田島実はね、もう11セーブしてるんでね、防御率1点台なんで、
信頼はできると思います。特に今でもな集中も持ってるし、あっと、まあ一発勝負残ってるね、まだ大丈夫だと思います。さあ小坂、おっとちょっと連打食ったか、おっとちょっとまずい、ちょっとまずい、おっとどうした田島、こんな 1,2 番でこれでクリーンアップは怖いぞ。おこれ初めて集中使おう。いやちょっとこれはまずい展開ですね。さあ踏ん張れ田島、よし、あーただランナー進んだ、ランナー進んだ、うわー筒香か、どうする、これは筒香怖いな、逆球持ってるもんな、ここ満塁策ですね、これちょっと筒香はちょっとさすがに怖いですね、ここは一旦満塁策です。さあ満塁、これドタマですよ、これもう桑原には、もう桑原怖い、怖いから、もうこれ一球にも使うか。一旦。よし、これまず三振。よしよしよし。さあ、ここです。宮崎。踏ん張れ。さあ、宮崎。頼む、頼むよ、田島。よーし、三振、三振。危ない。危なかった。ワンアウト、満塁まで来ましたが。どうにかジョーダン、田島というリレーで1点差を守りきりました。ああ、そして今日は決勝点とのタイムリーの大島と、まあもちろんジョーダンでしょう、ヒーローは。そうですね。うん。はい。ということで、試合が終わりました。前回の放送ではちょっとね、負けちゃったんで、ちょっとお見苦しい感じでしたが、うん。今回はよくね、勝ちましたね、ジョーダン。あ、ジョーダン、これ初勝利。うん、まあ、あの成績だったらもう勝って当然なんですけどね。いや、中日よく4安打だけで勝ったな。序盤の 4安打だけだったっていうね。多分3回打ってないんじゃないかな、今日ヒット。で、ちなみにライバルなんですが、巨人が負けましたね。広島が勝ったんで、中日とのゲーム差は変わりませんが、これ巨人とどうと 2.5 ゲーム差。お、これはこの今週分で、もしかしたら2位流れる可能性が出てきました。さあ、まあ、立花とジョーダンが活躍したと。さあ、成長国。あ、伊藤か。伊藤のスタミナアップですね。まあ、伊藤は今ちょっと中継ぎ用人なんで、まあ、ロングリリークという立ち位置なんで、まあ、いいでしょう。はい。ということで、まあ、今回は、まあ、無事勝ったということで、これで終わりたいと思いますが、まあ、この横浜、まあ、多分、おそらくこれ、下位チームが続くのかな、この今週分は。ここで横浜あって、金曜日からが、あ、金曜日から1日空いてのヤクルトですね。地方球場で2連戦ということで。で、まあ、ヤクルトもおそらく最下位だったかな。最下位ですね。うん、最下位なんで、まあ、ここで貯金を作って、ちょっと上との、まず巨人ですね。巨人を捉えて、次の放送にまでには2位に上がった状態で、お迎えしたいなと、思います。それでは、まあ、まだね、5月なん、これ5月の10日なんですが、秋に向けて、ね、まずは優勝、それで日本一目指して頑張っております。じゃあ、それではありがとうございました。